グローユアビジネス。トランスフォームユアライフ。アポロを一切ポッドキャスト。上ブラグ思考。はい、ん、え、に、ー、ちはポロです。今日はですね、プラットフォームを味方につけろというテーマでお話していきます。これはですね、まあ、無料の情報発信するときもそうですし、まあ、有料のね、コンテンツ販売するときも どちらにも共通していることなんですけど、例えば SNS とか YouTube とかね、まあその他もろもろ。まあこのポッドキャストもそうですけど、まあプラットフォームね、ありますよね。そういったところで情報発信をするときは、このプラットフォームを味方につけるっていうのは大事で、プラットフォームを味方につけると一気にね、バーンとうまくいったりするんですけど、逆に敵に回してしまうと全然うまくいかないというふうになるんで、まあ今回はね、主に情報発信の話ですけども、情報発信をするときの注意点とかっていうのをですね、話していきたいと思います。 で、自分がですね、このプラットフォームの立場になった時に考えてみてほしいんですけど、どういう人がですね、自分たちにとってありがたい存在か。これはですね、やっぱり、そこのユーザーたちを、まあ、喜ばしてくれるような、価値の高い情報を発信してくれる。まあ、ユーザーたちを楽しませてくれるような発信者っていうのはありがたいわけですね。逆にユーザー離れにつながるような発信者っていうのはね、迷惑なわけです。だけど、僕たちっていうのはね、やっぱりこの、自分視点というか、自分目線でしか物事は考えられないので、 まあ、プラットフォームの視点っていうのはね、えー、持てないわけですね。まあ、プラットフォームって要するに、他人の土地みたいなもんですよ。他人の土地に自分の、まあ、その、場所をね、構えてるみたいな。どっかのショッピングセンターに出店させてもらってるみたいな感じですよ。だからそこにこう人の行き来があって、ね、通りかかった人が自分の店に入ってきてくれたりするわけですけど、要するにそのショッピングセンターのテナントとしてね、場所を借りてるわけですよ。で、そこで好き勝手やって、他のお客さんに迷惑かけてね、このショッピングセンターにょっと来ないってなったら、 ね、運営側も困るわけじゃないですか。だからそういうお店はもう出てってくださいって言って、キックアウトされてしまうわけですけど、それと一緒なんですよね。結局人の土地を借りて、まあ自分っていうね、店を出店してるだけに過ぎないので、もちろん、その、そこのね、お客さん目線でっていう、その見込み客の立場になって考えるって大事なんですけど、プラットフォーム側の立場になって考える必要もあるということですね。 だからこれはもうさっきも言ったみたいに答えとしてはこの価値のある情報を発信してユーザーをできる限り長い時間そのプラットフォームをとどめるようなまあそういった発信をしていく必要があるわけですね。特に SNS とかそうですけど広告集客でも持ってるようなねサービスなのでできる限りその運営側も広告費をねたくさん稼ぎたいと思うとまあユーザーが長い時間滞在してくれた方がいいわけですよね。なのでそういうユーザーが長い時間滞在してくれるようなこう発信者をね優遇してくれるわけです。 要するに、プラットフォームが味方をしてくれるわけですね。だけど、僕たちっていうのはやっぱりね、こう、あんまりそういう視点になれなくて、特にまあ、Facebook とか見てると多いんですけど、まあ、どうでもいいような発信とかね、自分のプライベートの発信とか落ちてしまう。で、それが、ま一般のユーザーであれば仕方ないと思うんですよ。一般のユーザーはそういう使い方をして楽しんでるので、別にこう、自分の日常とかをシェアしてね、全然それで OK だと思うんですけど、じゃあ、ビジネス目的でやってる人がどうなのかってことをね、考えると、やっぱりそれってね、 本当にじゃあ価値があるのかって。身内で盛り上がる分に関しては、ね、えー、え、いいのかもしれないけど、じゃあ新しく見たこのユーザー新規で自分のことを見かけたユーザーが、あ、これ面白いなって思うかって言うと、多分興味ない人の方が多いわけですね。ってなるとこれつまんないなって。他人のプライベートなこと。まあ芸能人とかなら別ですけど、どこの誰かもわかんない人のプライベートの発信ばっかり見ていても面白くない。なんなら、このビジネス関係でね、情報発信をしている人っていうのは、当然この SNS 上で自分の商品の宣伝とかね、 集客とかもしてるので要するに売り込み的な投稿をする人も結構いるわけですよ。で、別にそれ自体がダメだってわけじゃないですけど、そういうまあ、売り込みの投稿ばっかりされたら、どうなるかっていうと、ユーザーからしたら不快に感じたりとかね、うざいって思ったりとかするんで、もう嫌だってなっちゃうんですよね。そうすると、その、プラットフォームとしても困るわけですよ。そんなアカウントをね、残していたら、どん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 ユーザーがね、離れていってしまうから、そういった投稿っていうのはどんどんこう、まあ、インプレッション下げられてしまう。要するに、 まあ、見方してくれないわけですね。逆に、すごい価値のあるコンテンツを出してるアカウントがあれば、これもっと広げた方がね、たくさんの人により価値を感じてもらって、このね、え、プラットフォームに留まってもらえるから、こういうのはもっと拡散しようっていうふうに、プラットフォームが、そういうふうに見方をしてくれるわけですよね。こうなると、要するにブーストが効くんで、すごく強いんですよ。だから、こう自分のね、えー、発信したいことだけを発信するんじゃなくて、やっぱりそのプラットフォームの立場になって考えるっていうのはすごく大事かなと思います。 僕も最近ですね、あの、Facebook やっていて、Facebook からなんか通知が来てて、あなたのね、投稿、リーチを拡大する、なんか対象に選ばれましたよ、みたいな、14日間、選ばれましたよ、みたいな通知が来て、で、よくよく読んでみると、そういう、まあ、エンゲージメントが高いような、まあ、コンテンツを発信しているようなアカウントは、まあ、そこにね、選ばれます、みたいなふうに書いてあったんで、やっぱりそういう発信をしていく。その、新しく見た人、自分の投稿を見た人、要するにこのアカウントの発信を聞いたら得だなと思ってもらったら、 フォローしてもらえるわけですよ。だから、まあこれは Facebook だけに限らず、他のプラットフォームに関しても同じことが言えるんですけど、フォロワーが全然増えないっていうのは、このアカウントをね、フォローしても得だと思ってないからですよ。このアカウントフォローしたいと思えるような発信をしていれば、相手の方から、まあフォローしてくるわけですね。だってフォローしないと損するから。だからフォローしてくれるわけですけど、全然発信していても、全然その新規のフォロワーが増えないっていうのは、 要するに価値を感じてもらってないわけですね。こんなアカウントフォローしても、まあ、別に大した価値ないやとか。なんならそのね、フィードにその人のどうでもいい投稿が埋め尽くされてしまうって考えると、むしろフォローするのやめようとかってなってしまうんで,で。結局集客っていうところを考えると、相手が自分の発信を聞いてくれなければ意味ないわけですね。要するに自分の発信に興味のある人を集めないと、仮にフォロワーの頭数が多くてもね。 全然集客につながらないって考えると、相手から自発的にフォローさせる方がいいわけですよ。こっちはフォローしてくださいとかね、こっちはフォローしてフォローバックが返ってくるみたいなのは、必ずしも相手が自分のね、発信とか、そういったものに興味があるからフォローしてるんじゃなくて、単純にこっちがフォローしたからフォロー返してくるとか、そういうふうに呼びかけられたからフォローするだけに過ぎないんで。理想としてはやっぱり相手から自発的に、こっちは何も言わなくてもフォローしてくれるっていう状態を作るのが、まあ理想になるわけですね。 そのためにもやっぱり価値のある情報を提供する。そうすると勝手にまあそのプラットフォームが見方をしてくれるわけですね。で、これは有料のプラットフォームも一緒で、で、アマゾンなんかもそうなんですね。アマゾンがどういう商品をまあ優先的に検索上位に上げるかっていうと、やっぱりアマゾンにたくさん利益をもたらしてくれるようなものをやっぱり上位に上げるわけですね。売れない本を上位に上げてもね、利益にならないから。それはユーデミーも一緒で。やっぱりいいコースを仮に作ったとしても全然売れてないってあのだったら利益にならないから上の方に上がってくれ。 だからそのプラットフォームを喜ばせるような商品を作る必要があって、たくさん売れるものってのはね、やっぱり上に上がってきやすいし、制約率、コンバージョン率は高いものですね。100人中1人しか買わないものよりも、100人中20人買うものの方が、当然、まあ、制約率、購買率は高くなるんで、そういったものは上に上がってきやすいとか、まあそういう特徴があるわけですね。で、アマゾンに関しても、結局のところね、まあその、僕たちはそのアマゾンっていうマーケットプレイスを借りて、そこに出店しているような状態なわけですよ。で、そのマーケットプレイスで、 ルールってものがあるわけですね。こういうルールは守ってくださいみたいな。おそらくそのリアルビジネスでもね、その出店に伴ってね、契約みたいなものがあると思うんですよ。こういう契約でやってくださいねとかって、こういうことやったらダメですよとかってルールあると思うんですねで。そのルール破ったら当然まあペナルティとか警告が来て、あまりにもひどかったらね、もう出てってくださいみたいな感じで強制退却されてしまいますよね。アマゾンとかでもルールって決まってるわけですよ。こういうことはしないでくださいねっていう。それからまあガイドラインって言われるもの。 まあユーデミとかにも当然ありますけど、だからそれをね、破ってしまうっていうのは、要するにその、ね、え、どっかのショッピングセンターの店を出して、契約を守らずに、ルール違反をするっていうのと同じことだと思うんですね。で、なんならそこで、例えばすごく質の低いコンテンツをいっぱい出して、ユーザーがね、なんだこの商品ってな、なる。なんだこうアマゾンで買う本って全部ゴミみたいな本ばっかりだなってなったら、まあその全体に迷惑がかかるわけですね。だから自分だけの話ではない。 だからそのプラットフォームを喜ばせるってことを考えるんであれば、やっぱりそういうね、え、ユーザーがこれ読んでよかったなとか買ってよかったなって思えるようなコンテンツを出していかないと。そうするとアマゾンで本買うとすごいいい本があるから買おうかなっていうふうになるし、ユーデミもそれは一緒ですよね。ユーデミの講座すごいいいからもっともっと買おうかなってなるから。だからそういう視点で考えないといけないわけですけど、やっぱり自分の儲けとかそういったことばっかりを考えてしまうと価値の低いコンテンツをいっぱい量産する。結果としていろんな人に迷惑かかったりとかね。 それこそチャット GPT が出て、電子書籍をまあ量産する人は増えましたけど、そうすると他の人たちの商品が埋もれてしまうわけですよ。その中には、ひょっとしたらいいね商品もあるかもしれない。それが単純にバーッとね、量産することが、人が増えることによって埋もれてしまうわけですね。商品の良し悪しは関係なく、単純に頭数、母数が増えるから、まあ、見つけてもらえる確率は下がるわけですね。そういったことが起こりやすくなるんで、やっぱりそのプラットフォームとしても困るっていうふうにね、感じる部分があると思うんですよ。 Amazon じゃないですけど、まあ、とある日本のね、えー、プラットフォームではそういったものに規制をかけて、AI で作った商品に関してはもう検索に表示しませんよとかね。まあ、そういうような施策を取ってるところもあるわけですね。だから、この、まあ、えー、プラットフォームが喜ぶようなもの。まあ、ショッピングセンターを例えましたけど、アミューズメントパークに例えてもいいですよ。アミューズメントパークのアトラクションがつまんなかったら行こうと思わないじゃないですか。だからそれは、 情報発信とかコンテンツ販売も一緒で価値のないねコンテンツばっかりあるようなプラットフォームはいても面白くないしためにならないから離れていくわけですねだからプラットフォームの視点に立って考えるでプラットフォームが喜ぶようなことをしていたら自然とプラットフォームが味方をしてねどん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 こう拡散してくれるようになるんでそれがまあ有料のコンテンツ販売もそうだし無料の情報発信も共通していることなんでぜひこのプラットフォームの視点に立って考えるってこともねやってみてほしいと思います